Now.
化し浮かした遠い国の輝きの人に若い王様が住みました。安藤のお城に引き取ったものの人の中で生き宿り宿を恵んでほしいと言い一歩の馬鹿を引き出した。で王様はその珍しい姿を発見して王女を取り返そうとしたのです。王女は見かけに騙されていた。